安土桃山時代。安土桃山時代は、日本の歴史において、織田信長と豊臣秀吉が中央政権を握っていた時代である。二人の名前をとって、食法時代とも言う。織田信長の居城であった安土城と豊臣秀吉の居城伏見城のあった桃山丘陵地域から、このように歴史学者から呼ばれる。特に豊臣家が全国支配を担った後半を、 桃山時代といい、この時代を中心に栄えた文化を桃山文化と呼ぶ。ただし、桃山の名称は、江戸時代になって廃城された伏見城の跡地に桃の木が植えられ、安永9年伏見館が発行された頃から桃山と呼ばれるになったことから名付けられたもので、桃山城と呼ばれる城が存在したわけではない。そのため、歴史的経緯を尊重するなら、 伏見時代の方が適切な故障となるが、そもそも、安土城は完成からわずか3年余りしか存在しておらず、伏見城、静城と小畑山城についても、文読元年1592年の築城から、秀吉の島でわずか7年であったなど、それぞれ在城は短期間であり、これらを時代の故障に用いること自体が適切ではないという主張もある。ただし、 秀吉の死後、家康が、伏見城で政務を取っている。そのため、近年は、食法時代という呼び方も広まっており、安土大阪時代や天正時代、大阪時代の古障を提案する指揮者もいる。ただし、大阪城についても、秀吉の関白就任後は朝廷への出資の必要から京都に設置した樹落台に居住していたため、実際の在場期間は短い。 安土桃山時代の四季年行には複数の見解が存在する。四季は織田信長が足利義明を報じて京都に上落した永禄十一年、1五百六十八年、義明が京都から放築されて室町幕府が事実上の滅亡に追い込また元気四年、1五百七十三年、安土城の建設が始まった天正四年。 1576年とする考えもある。周期は、豊臣秀吉が死去した、慶長三年、1598年、関ヶ原の戦いで、徳川家康が勝利した、慶長五年、1600年、家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開いた慶長八年、1603年、などがある。いずれにしても、織田、豊臣の時代という概念をどこで区分するかの、 違いではあるが、室町時代、戦国時代と重複してしまうことが、その定義を難しくしている。美術史では、慶長20年、1615年の豊臣家滅亡までを、安土桃山時代と称するのが一般的で、特に桃山文化、桃山美術などという場合、秀吉が覇権を握った天正半ばから文禄を経て、慶長の終わりに至るまでを時代区分とする。 それは、政権のありかにかかわらず、秀吉や同時代の有力者が好んだ、華やかな空気が、なお、日本を支配していたと認識されているためである。当時の文化的中心であった、京都及び周辺地域では、秀吉を継いだ秀頼によりなおも活発な社寺建設が行われていたし、それに倣って各地でも作事が活発であり、関ヶ原の戦いによる政権交代によって、 文化的断絶までが生まれたわけではなかった。だが、豊臣家が滅亡した、源内延部以後、世相の安定を背景に、桃山文化は変質していき、一方では洗練の度合いを増し、桂離宮などの勝者なスや建築を生み出したし、他方では、日光道将宮や、武家の御殿など、豪華さを競うバロック的傾向を強めていった。戦国大名の中で、 織田信長の勢力が次第に強大になり、足利義明を放じて、京都に上落したことで、信長による政権が始まった。元気四年、1573年に、信長が足利義明を京から放築すると、室町幕府は事実上崩壊し、織田政権が確立する。さらに、天正四年、1576年に、安土城が築城されて、明日ともに、 天下不平の流れが現実のものとなっていた。こうした中、信長の支配により平和を取り戻した経を中心に、新たな文化が花開いていった。信長はその後も勢力を拡大し、日本中央部を制圧して、天下統一は目前と思われた。しかし、明智光秀による謀反によって、天正十年、0年、1582年の本能寺の変で、自害に至った。 本能寺の変に対し、橋場秀吉はいち早く刑に駆けつけ首謀者である、明智光秀を破った山崎の戦い。これにより、小田政県内での主導権を掌握した秀吉は、清洲会議や静ヶ岳の戦いを経て、信長の後者として地位を固め、天正十一年、1583年には、大阪城の築城を開始する。天正十四年、1586年には、 漢白、博大乗大臣に任ぜられ、豊臣政を賜り、天正十八年、1590年に、日本を統一し全国で検地と狩りを実施させ、政権の安定に力を注いだ。また、文禄元年、1592年秀吉は、民の征服を目論んで文禄、慶長の役を起こしたが、経由地であるはずの挑戦で、戦況は硬着する。一方、国内は、 天下統一による平和がもたらされたことなどから、諸大名は、両国の経営に力を注ぎ、各地で都市が交流していった。また、秀吉自身は慶応を活動の拠点とし、茶の湯をはじめとする文化活動を自らも積極的に行った。こうしたことに加え、南蛮貿易による異文化との接触や朝鮮東方の伝播などにより、文化は新たな時代を迎えた、桃山文化。 慶長三年1598年に秀吉が死去すると、ご大老の筆頭である徳川家康が頭角を表し、朝鮮遠征軍撤退の和平交渉でも主導権を握り、実質的な政権運営者へとのし上がっていった。これに対し、石田三成を中心とした反家康勢力が反発し、慶長五年1600年に全国を二分する。 関ヶ原の戦いが勃発した。これに勝利した徳川家康は、政権の基盤を固め、慶長八年、1603年征夷大将軍に、任じられる。これにより、安土桃山時代は終わり、江戸時代が始まった。織田信長時代と豊臣秀吉時代の文化を秀吉の隠居所だった、伏見城の地名をとって、桃山文化と呼んでいる。桃山文化は、 信仰の武士勢力や、豪商の寄付や、商人の経済力を反映して、仏教色の少ない現世的な文化である。安土桃山時代には、都市部において、堺の今井宗久や博多の姉妹宗室ら豪商と、呼ばれる、信仰商人が成長した時代であった。その富を背景にした豪華で大掛かりな文化傾向が見られる。また、信長の政策により、 仏教勢力の力が中央では弱まり、仏教主義的な作品が減り、代わりに人間中心、現世的な作風が見受けられる。茶の湯が流行し、動物の名物茶道具が珍重された一方で、それへの反抗としてのは美茶も発達した。茶器が大名から家臣への奉承とされたり、茶会が武将と豪商を結ぶなど政治にも影響した。 特筆すべき点としては、天文十八年、1549年のフランシスコ・ザ・ビエル来日以来の南蛮貿易によって、もたらされた南蛮文化の影響が挙げられる。まだ小規模ではあったが、日本が初めて西洋文化と、直接、中国などを介さずに、正式な形で触れ合ったという点で重要である。仮の葉の絵師が織田信長、 豊臣秀吉などその時同期の権力者と結びついて、画壇の中心を占めた。主な絵師と代表作、触法形城郭と呼ばれ、野面積み石垣が用いられるようになり、天使を持つ城郭建築が主流となる。和上、文読、慶長の役で、朝鮮半島に築かれた城茶室。書院、庭園。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。